こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。売上が赤字になりました。送料込みで赤字にならない方法はありますかというテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。この動画では、YouTube から質問がありましたので、ぜひ説明させていただきます。これは非常にですね、難しい質問です。商品自体を安く仕入れることができれば、 可能なんですけど、その後に、競合セラーよりも、早く、まあ、商品高くね、売ることができないと、まあ、赤字に落ちます。で、商品自体が安くなると、商品自体を下げちゃうと、利益が出にくいじゃないですか。だから、赤字になります。で、プラス送料なので、非常に厳しいですよね。 なので、一つ考えられることは、とにかく同じような商品を安く知るしかないです。まあ、例えば中国輸入とかね。まあ、そうですよね。で、私はですね、えー、カメラをメインにやっているので、まあ、たまに、まあ、価格破壊とか、売れる値段ですね、価格帯が読み切れずに、赤字になる場合あるんですね。まあ、ですが、まあ、私もリサーチ力を生かして、他の商品ですね、で、 まあ利益1万以上ですね。僕は利益1万以上にが出ないとやらないんで、まあ、それで利益出すので、まあ、補填して黒字にします。で、カメラ自体が利益率高いので、まあ、1万円以上ですよね。最近は2万円も稼げる商品見つけました。なのでもう出品します。はい。なので、商品の値段を上げるしかないです。逆に。 それはあのメルカリリサーして調べるしかないですね。安く仕入れていい商品売るか、高くて利益出る良い商品売るかっていう話になってくるんですね。プラス送料は考えてほしいです。安く配送する方法ですね。それは考えて出品するしかないので、ぜひ探してみてください。よろしくお願いします。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、 30分無料コンサル10万円稼げるマリヒマニュアルプレゼントします。なぜ10万円稼げるかは詳細に記載しています。ぜひ楽しみにしてください。登録した際にニックネームかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。